一条聖也の今から今から、視聴者からのリクエストにお答えしたチャレンジ特別企画、ボクシングに挑戦の第2回、柔軟体操と基礎訓練を終え、いよいよ実技編をお届けします。はい、筋トレを終え、続きましてパンチのご指導、また会長の方に、はい、していただきますけども、はい、パンチについて、はい、会長お願いいたします。はい、まあ、種類としましてはジャブ、はい、ストレートですね、それからフック、はい、アッパー、あとボディーブローですね、など、はい、いくつかこう種類がございます。はい、まずこれを巻かないとダメですね。はい、では実際こちら会長に自ら巻いていただいて、会長に巻いてもらえるなんてなかなかないですよ。そうですね、会長に自ら巻いていただいて、それからまたパンチのご指導、はい、はい、やっていただきたいと思います。よろしくお願いします。あの試合前って、あの選手の方ってこれ巻いてる時って触れてるって聞くんですけど、本当なんですか？はい、この時間が多分一番緊張。ああ、よく震えてるって言うんですよね。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。なんか強くなって気分です。一条聖也です。僕の新曲糸川ブルース、ぜひ聴いてください。頼んでみて初めてわかるワールドの良さ、害虫駆除とハウスクリーニングは信頼と実績の当社にご用命ください。フリーダイヤルサーサ虫イチコロ、ワールドハウスヒール。はい、バンテージも巻き終わり、すっかりやる気になっている一条聖也さんでございますけども、はい、ここからパンチの指導を実際にしていただきますのは、はい、9月の7日、後楽園ホールで試合を控えているウェルター級プロボクサーの加藤久志選手の登場でございます。よろしくお願いします。お願いします。なかなかないよ。ないですね、プロに指導してもらえるなんて。すごいです。よろしくお願いします。お世話になります。それではこれからパンチの指導をしていただきますので、一言お願いいたします。いろいろと教えていきますので、はい、一条さん、ぜひついてきてください。はい、ついてきます。よろしくお願いします。まずはジャブから。ジャブ、はい、はい、じゃあそれでは構えてください。はい、まずジャブというのは、はい、自分で距離を作りたいとき、はい、もしくは自分のペースを取りたいとき、はい、中に左手を軽くつく、これがジャブと言います。はい、まずなので、まずこれから練習を、はい、じゃあ左を一緒に出してください。はい、じゃあ左、はい、左で、この時、右手は必ず鼻の脇につけてください。これがガードの役割になります。はい、左、左、左、もうちょっと高めですね、左手は。はい、左、ストレート。ストレート。はい。もっと速く。もっと。もっと。いい感じですね。ですか。はい、大丈夫です。いい感じです。そしたら、今度、フックも振ってます。はい。フックはですね、左手、はい、で、はい、はい、じゃあ、あと特別にアッパーも、はい、アッパーですか。はい、アッパー死にますね。オッケー。まあ、どういう状態でも必ずガードというのは大事なんですね。そうですね、打たれってやっぱりダメージを負ってしまうので、必ずガードは開けといて。歌手は顔が命だからね。はい、ボディーブロー、はい、はい、そしたら、じゃあ一回膝に体重を乗っけて、はい、ここから突き上げます。かっこいいよ。はい、もう一回。おー、なんかあさってのジョーみたいでいいよ。パンチのレッスンに続き、これだけは知っていてほしいというディフェンスを習う聖也、訓練はさらに過酷になってきた。基礎から極意までご指導いただきましたが、聖也さん、はい、ボクシングで学んだことは何でしょうか？
そうですね、やっぱり忍耐力というのが一番学びました。まあきつくても辛くても OK 出るまでねやらなければいけない。そうですね、非常にやっぱり忍耐力だと思います。はい、きつい一日だったと思いますけども、はい、まだ終わりじゃないんです。最後の、まあ、最後に過酷な試練が、実は待ってるんです。まだ終わりじゃないんだ。そう、まあ、この経験と、習得した技術を試す意味で、実はそのトレーナーに、会長にね、スパーリングをお願いしました。スパーリング、はい、相手は誰ですか。今日は中学生の達也選手を用意しました。中学生、じゃあ達也選手どうぞお入りください。中学生、僕を舐めないでくださいよ。本当にいいのか。いいじゃん。戦歴はアンダー15ボクシング全日本チャンピオン、そしてキックボクシングでは国際ジュニアキックボクシング大会フライ級チャンピオン、そして先日ジュニアムエタイ45キロ級初代王者の3冠を取ってる選手だぞ。大丈夫大丈夫、できるよ。リングで証明してみせますよ。青コーナー、体重79キログラム、ユニバーサルミュージック所属、一条聖也。アンダーフィフティボクシング日本チャンピオン、そして国際ジュニアキックボクシング大会フライ級チャンピオン、並びにジュニアムエタイ初代45キロ級チャンピオン、達也。はい、よろしくお願いします。はい、それでは反則をしないように正々堂々と、2分3ラウンド行います。はい、よろしく。一条聖也サマーディナーショー、生バンドに乗ってパワフルなステージをお届けします。8月7日日曜日、 JR 浦和駅前浦和コルソ、詳しくはホームページにて。それではお話を榊原会長に伺っていきたいと思います。さあ、この試合どうなりますかね。おお、ナイスパンチ。あ、でも瀬谷さんもいいですね、ガード生きてますね。達也選手はマジで言ってますかね。いや、今これからだんだん温まってくると思います。まあ、様子を見ながらっていうことでしょうか。そうですね。今一発いいの入ったんでしょうか。あ、今ダウンですね。しっかりガードここに上げておいて、スピードありますからね、達也は。いきましょう。はい、はい、ボックス。やっぱりやってる方とやってない方、やっぱり足が違いますね。そうですね、もう足さばきはもう毎日練習してますんで。よし、まあ、一応さんも根性を見せてると思いますのでね。そうですね、頑張ってほしいですね。はい、まあ、なんとか3ラウンドまだ持ってほしいなっていうのが正直な気持ちですけど。そうですね、手数で、ね、打ち返してほしいですね。はい、攻めろ攻めろ。はい、ゴー、はい、ゴーゴー。いけるいけるいける。まれ、ちょっと距離詰めろ距離詰めろ。達也、行かないと行かないと、達也。はい、ニュートラル、ニュートラル。これヘッドギアつけてももらうとやっぱり効くんですかね。そうですね。
はい、勝者達也。会長どうもありがとうございました。レフリーも務めていただきましたけど、じゃあどうぞお話を聞かせてください。はい、一条さん今日一日、トレーニングからそして最後、会長に無理言って、スパーリング、そして達也選手にも、ね、協力いただきました。はい、実際この、まあ、ボクシング一戦で活躍する達也さんとグローブを合わせる、なかなか貴重な体験だと思うし、いい、場面を与えていただきました。実際にこうグローブを交えてどうでしたか。すごいですね。もう圧倒されてる一方です。でもなんか楽しくなりました、ボクシングが。一条さんと、まあ、グローブを合わせてみて、まあ、正直なところはどうでした。いや、初めてなのにこんな根性ある人とやったのは初めてです。お、一条聖也の今から行くからチャレンジ拡大版ボクシング編ということでお届けしてまいりました。そしてこちらチーム SK さんにも大変お世話になりました。私の横にいるのいる方が小坂会長、そして榊原会長でございます。本当にどうも2週にわたりまして、どうもお疲れ様でした。ありがとうございました。はい、まずは小坂会長から、振り返って一言頂戴できますでしょうか。本当にですね、物覚えが早くてですね、もう、はい、これからもぜひ頑張っていただければですね、はい、うまくなると思います。本当ですか。はい、ぜひ頑張ってください。お疲れ様でした。はい、ありがとうございます。そして榊原会長の方からも一言頂戴できますでしょうか。いや、根性ありますね。いや、本当ですか。ナイスポイントでした。ありがとうございます。また次回、はい、今度は達也リベンジを、はい、またよろしくお願いします。また頑張ってくるからお願いします。横にいる加藤プロ、本当にどうもありがとうございました。ありがとうございました。いろいろとパンチの打ち方、ディフェンスなどね、いろいろと教えていただきました。ありがとうございます。加藤プロも頑張ってください。ありがとうございます。はい、試合控えてますんでね、9月7日でしたね。はい。はい、頑張ってください。応援していってください。そして、あ、そうだそうだ、ジムの方から告知があるということで。そうですね。はい。はい、7月31日にですね、先ほどスパーリングを行いました達也選手が、はい、アンダー15の全日本大会に出場しますので、はい、ぜひ応援していただきたいと思います。イエーイ、頑張って優勝、はい、もう本当地元埼玉では超有名な、期待の新人でございますし、7月31日後楽園ホール、ぜひ、テレビのご覧の皆様応援に駆けつけていただきたいなというふうに思います。せーの、3、2、1、よろせやの今から行くか。イエーイ、シャーシャー、岡山さん、皆さん赤いネオンに降り注ぐ雨は女の未練雨、あなたに空に番組からご覧の商品をプレゼントします。はがきに住所氏名番組の感想を書いて、日本郵便埼玉支店支所箱177号、一条聖也の今から行くから係まで。詳しくはホームページ聖也.com まで。